旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回は離島、魅力的な観光スポットにあふれる石垣島を思い切り楽しもうというテーマでご案内します。近年離島巡りで人気上昇中の石垣島。雄大な自然と都市機能が共存する南の島です。沖縄県内では沖縄本島、西表島に次いで3番目に広い離島で、八重山諸島の中心的な存在になっています。ただコロナウイルス感染症の関係で各観光スポットにも影響が出る場合もあります。現地に行く前に一度状況を確認することをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずご紹介するのはカビラ湾です。カビラ湾は石垣島で一番の景勝地です。美しい海と周辺に点在する島々の絶景が見られ、日本百景にも選出されたスポット。また水質が良いことで評価の高いカビラ湾、ブラックパールの一種となる黒蝶真珠の養殖地になっています。綺麗な海が見られる石垣島でも定番の観光スポットになっています。あまりに美しいカビラ湾、ついつい海に入りたくなってしまいますが、残念ながら遊泳禁止となっています。湾内は流れが強くとても危険ですのでご注意くださいね。それでも泳ぐことは無理ですが、グラスボートに乗ってカラフルな熱帯魚やサンゴ礁の観察ができます。さらには無人島に上陸できるツアーもありますし、カヤックやシュノーケリングも満喫できますよ。続いては白穂海岸です。白穂海岸は世界規模でも有数の青サンゴの大群生地です。沖合1キロほどのあたりに世界でも最大規模のサンゴ礁が広がっているんです。青サンゴは希少価値が高いこともあって注目のスポットになっています。市街地から行くには少々距離があるので、シュノーケリングのツアーに参加していくのがいいでしょう。そして近年口コミや SNS で評判になっているのが、白穂海岸でも南米ボリビアにあるウユニ塩湖と同様の水鏡現象が見られるということ。風のない晴れた日には空と海の境界線が一つになる瞬間に遭遇できるかも。神秘的な世界を体験してください。続いてご紹介するのは石垣島サンセットビーチです。石垣島サンセットビーチは干潮の時でも泳げるビーチで、お子様連れの方でも安心して楽しめます。以前はクーラ海岸と呼ばれていたビーチですが、10年ほど前に整備がされて、現在では有料の石垣島サンセットビーチとなっています。有料ビーチではありますが、監視員は常駐していますし、クラゲ防止ネットなども設置され、小さなお子様連れのご家族でも安心して海水浴が楽しめます。石垣島サンセットビーチの魅力は透明度の高い美しい海ばかりではありません。美しい夕日が見られることでもカップルに人気なんですよ。シュノーケリング、スタンドアップパドルボード、バナナボート、ウェイクボードなどといったマリンスポーツも充実しています。プライベート感にあふれた穴場的なビーチです。続いては平久保崎です。平久保崎は石垣島の最北端となる灯台が立つスポットです。新石垣空港から車で40分ほどで、市街地からなら車で約1時間の距離にあります。灯台の目の前に広がる海はサンゴ礁に囲まれていて、様々な青のグラデーションが見る人を楽しませています。周辺には黒毛和牛の牧場があり、牧歌的な雰囲気に癒されます。石垣島の一番北に位置するスポットで、距離的には多少遠いですが、石垣島に行くなら訪れたいですね。続いては吹戸川です。吹戸川は南国の象徴ともいえるマングローブが見られるスポットで、石垣島では最大級を誇ります。観光客も少なめの穴場的スポットで、定番のツアーやボートシュノーケリング、カヤック、カヌー、トレッキングなどといったさまざまな楽しみ方があります。広大なマングローブが群生する熱帯のジャングルを探検しましょう。吹戸川にあるヒルギ群落では石垣島で最大級のマングローブが見られます。
干潮の時間帯になると砂浜が大きく広がり、川岸に行けば様々な生き物が顔を出しています。オスだけが片方のハサミが大きい甲殻類の潮招きや、あまりにたくさんのハゼが飛び跳ねる姿がすぐ目の前で見られます。続いては石垣島鍾乳洞です。石垣島鍾乳洞は太古の地球が体験できる鍾乳洞で、石垣島で最大の規模を誇っています。幽玄で非日常的な光景が見られる鍾乳洞で、洞窟内を歩くのが30分程度という手軽さが人気です。天候に関係なく楽しめる石垣島でも定番の観光スポットです。石垣島鍾乳洞の全長は約 3.2 キロもあり、その規模はなんと日本最大級。そのうちの660メートル分が一般公開されています。そこではシャコ貝やサンゴなどの化石も発見され、はるか昔には海の底だったことがわかります。鍾乳洞内はライトアップがされ、幻想的な雰囲気に包まれる中、鍾乳石や石筍が次々と現れます。地下水脈となる長寿の泉、まるで彫刻作品のような神々の彫刻の森が見られます。さらには人気アニメのトトロに似た鍾乳石もありますよ。最後にご紹介するのは石垣島天文台です。実は石垣島は世界的にも有数の天体観測スポットなんですよ。国内で初めて星空保護区に指定されています。素晴らしい石垣島の星空が望めるスポットはいくつもあるのですが、その代表的な一つなのが石垣島天文台です。一面に広がる星空がじっくりと観察できる巨大な望遠鏡も完備。星好きな方にはたまらないスポットですね。石垣島天文台は2006年に設立された天文台。街明かりも少ないので星空を見るには最高の場所となっています。星空がはっきり見えるスポットとしても有名ですが、 4U2D シアターでは立体的に宇宙を学ぶことができる部屋があり、勉強・観光ともにおすすめのスポットなんですよ。ただし事前予約が必要ですのでご注意くださいね。今回は魅力的な観光スポットにあふれる石垣島で大満足の観光を満喫というテーマでご紹介しました。いかがだったでしょうか。石垣島のビーチは南の島ならではの美しい海と白い砂浜が特徴。また石垣島の観光スポットをめぐって島の歴史や文化を学びながら石垣島特有の雰囲気を堪能するのも素敵ですね。さらには石垣島から行ける離島とその観光スポットを訪れるのもおすすめですよ。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。